ジークラアミューズメント、イエーイ。どうもこんにちは、アップアップガールズかっこにきのアミダことジークラアミです。今回もこの時間がやってまいりました。今日やるゲームは何なんでしょうか。ジークラさん、この声は、おはようございます、マスクです。マスクさん、どうも今日もありがとうございます。おはようございます。マスクさん、今日は何をやるんですか。今回ご用意したのは、家族やお友達と一緒に盛り上がれるパーティーゲームを用意しました。友達？友達ですか？友達です。安心してください、友達がいないニークルさんでも楽しめるゲームです。さりげなく今ディスりましたよねじゃあ友達がいないあ、でもそうなんですね。あ、よかったです。ちょっともうこの企画もダメかなと思ったんですけど。今回ご用意したのは桃太郎電鉄です。おー、有名ですよね、桃鉄。それでは早速やっていきたいと思います。ニークラアミューズメント開演。あ、すごい。みんなじゃないですか。お友達いましたっけみんなでやるもんじゃないですかこれ。桃太郎です。あ、この人か。今ここで桃太郎電鉄最強じゃ決定戦が開催されます。え、ご存知ですよね。ご存知じゃないです。桃鉄3年決戦はいつもの東京から1000万円持ってスタートではなく1億円を持ってのスタートなんて言った。この1億円を持つ条件を忘れる人が多いのでご注意ください。へえ、今1億円持ってるんだ私。試合中プラス駅、マイナス駅、目的地到着金などがいつもより多めに設定されます。ということはキングボンビーの金額も多くなっているということです。まさに実力と実力との勝負、失敗の許されない桃鉄3年決戦なのです。桃鉄腕自慢の方ぜひエントリーして優勝を収めてください。結構です。はい、ほう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 。あ、これはコンピューターを自分で選べる。これなんか違うんですか。鉄人、佐久間鉄人が最強です。ああ、じゃあまあこの方ですかね。初段なんて選んでられないですよね。この佐久間鉄人を選んで私はやっていこうかなと思いまして、まあ、やっていこうかなって思います。あ、名前自分で選べるんだ。何しよっかな。これはほう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 。こういうのすごい時間かかっちゃうんですよ、ね、私。はじめのキャラクターの名前決めでいつも30分かかります。でも今日はおにぎりしちゃう。かわいい、できた。シャッフルします。よし、私は今
1億円を持った社長ってことですか？そうです、女社長です。おお、かっこいい。資金1億円。じゃあ皆さん、4月ですよ。嘘や。住みよい日本を作るまで、住みよい日本を作るための開発任せてください。国からの助演金、援助金、国からの援助金1億円と休校優休校収入カード、ぶっ飛びカードを1枚ずつ持ってた。皆さんが最初に向かう場所はヤシャ姫さんがお伝えします。あ、すごい、ヤシャ姫さん。最初の目的地を決めていただきます。神奈川がいいな。神奈川ってないんですかね。えい、飽きた。きりたんぽ鍋、しょつる鍋、飽きた、飽きた。いいですね、飽きた。え、なに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 。あ、でも豆吉がやってんだ今。豆粒、何が起きたのか分からなかった。おにぎり社長は秋田まで28マス。サイコロ、カード、その他。とりあえずサイコロ振ってみますか。虫眼鏡とかあるけど。秋田どこ、秋田どこ。すごい、熊谷、前橋。ちょっと分からないけど、とりあえずサイコロ振ってみますか。実は桃鉄やるの初めてなんですよ。でい、6。え、この矢印についてくのはちょっと尺だな。矢印についてくのは嫌だから、ちょっとこっち、え、新宿、八王子、カード売り場、大月に、え、勝手に止まっちゃったわけの分からんところに大月に止まった。カードを売り買いする。買う。え、カード買える。え、ただのなんかすごいカードがありますよ。特製霊カードがなんとただで売ってる。そりゃ買えますよ。0円、0円。これは、いや、買う。たとえ詐欺だとしても。え、これいくらでも買えるんだ。もうこれだけいっぱい買って後から売り払えばいいんじゃないですか。違う、特製霊カードは売れないんですか。あ、売るときも0円。え、じゃあこの、よくわかんないけど0円だからいっぱい買っとこう。イエーイ、よくわからないけどカード大量ゲット。これは買えないんですね。なるほど、売ることもできる。まあ、よくわかんないけどカードを手に入れたので OK です。このボ、なんかボットの人間味のなさすぎる動き、本当に悲しいんですけど、なんか本当に友達いないなって感じですね。5月になっちゃったもん。私まだ大月にいるけど。え、なんかお金減ってる。カードは何ができるんだろう。このカードを使うと特急カード、同じ効果が出る。なんだろう、ぶっ飛びカード。ぶっ飛びカードはまだ使わない。全員の借金を帳消しにしてくれる。とりあえず振りますか。4。あ、なるほど、駅に止まるとなんかあるのかな。もうそっちに進むか。あっちの方めっちゃ行ってみたい。ほう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 、独占できる。名古屋とかめっちゃ行きたい。いや、でもそういうゲームじゃないのか。
とりあえずじゃあ秋田に、あ、待って待って何も見てなかったえ、待って、これ決定をしたらさマイナスされるやつやん待って待って待って、それは罠だ。あ、でもまあ30万3000万ぐらいも痛くもかくもないですね。なぜ1億持ってるんで。そしてなんか手に入れてる。6月だ。6月私誕生日なんでしょ。きっといいことがいっぱいありますねこのボット本当に納得がいかない。もうちょっと人間らしい動きをしてくれないと、もう本当にぼっち感が否めない。最後に振ります。3、え、1、2、3、これじゃあまたマイナスに止まってしまうので、え、なんか書いてある、キラリーン、こっち行こう。甲府はですね、京都ですか、違うな、甲府ってどこ、東京かな。甲府に泊まった。カードを変える。なんかすごい、鳥もつ煮だって。私もつ大好きなんですよ。これ買いですね、買いましょう。これでうまいもつ煮が食べれる。すごい、おにぎりって書いてあるよし、もつ煮買ってこのぐらいでいいですかね。いや、このボットたちは今何も持ってないですからね。私はもつ煮を持ってるんで。え、なに、どうした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 、天使が飛んでる。今あの豆吉さりげなくなんか3億円所持金とか書いてあったけど、なんだなんだ。社長の皆さん、7月ですよ。7月、豆吉1は、お、豆吉1またマイナスになってる。そして私の出番。ちょっとこのままじゃ拉致が開かないのでぶっ飛んでみますか。このカードを使ってヘリコプターまでどっかに行けるらしい。これなんだろう。いや、とりあえず飛びましょう。ヘリコプターでどこに行くんだい、どこ行くの。え、絶対逆やだそっち絶対飽きたじゃないよねえ、堺に着きました。はいはいはい、堺って、え、大阪とかえ、それはずるいって。今絶対だって逆の方向向いたえ、しかも、え、豆吉3なんかやってるし、豆吉2か、え、豆吉2なんか15億円稼いでるんですけど8月になっちゃった。豆吉1は今進む、いいぞ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 、もっとマイナスになれ。私待って、あ、でもそんな遠くない秋田まで。いやー、サイコ、普通にサイコロ使ってもな、これを使ってみようかな。急行カードが何なんだ。カード使ってみよう。やっぱこういうのは勢いがある人が大事ですからね。何が起きるんですか。サイコロ2個になった、すごい。しかも出目も悪くない。いけるかな。ちょっと許せないです。ここら辺かな。天ぷら屋ある。スイタに泊まった。天ぷら屋買いましょう。天ぷら屋 OK。カード埋める。よし、
かずっとこの人マメキチ2なんかずっとこのエンジェルがついてる。なになにずるやんそんなずるくないや、あれおかしいでしょ。9月になっちゃった。あれやばいな。え福島、え福島早くない？私まだあの東北まで行ってないの何地方っていう、まだ東北地方にたどり着いてないんですけど、おかしいな。だってまだ京都だよ。とりあえず、ああなるほど。とりあえずもうできるだけ近づいてこう。やばいやばいやばい、出た豆キチ2、イエーイえ待って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 、これこの人何なんすか。さっきからずっと12万とんでもないやつだぜ。10月になっちゃった、ハロウィンだ。豆キチ1の行動よし。ひたすらサイコロ振るしかない。あ、このカード私持ってたっけ。使えるもんは使いましょう。ちょっと拉致が開かないんで、もさっさと進みますよ。こっち？こっちじゃないの？京都。ちょっと見ます。なんかいいのが欲しい。星がついてるのがいいやつなんか。いいカードをください私に。乗っ取りカード、なんだろう。乗っ取りカード早く使えたの気になる。なんか出てきた、カエル。なになに、なんかこの人の画面だけやけに騒がしい。さくらんぼの上に乗ってる。あ、消えた、やつ消えた。11月になった。11月マメキチ1、あ、一緒の駅に止まってる。このカードずっと使えるんだ、乗っ取りカード。このカード物件駅、お金もいらずに物件を乗っ取る、なんてこった。じゃあ急行で向かいましょう。いや、でもここはちょっと、どうしよう。大判焼き屋買ってみよう。大判焼きいいですよね。あれですよね、こう丸いあんことか入った。大判焼きを、乗っ取りカード、これだ。いや、これは危ない、これは罠だ。豆吉1、違う、豆吉2、あっち行けか。12月だ、クリスマス。サンタさんとかいるのかな。豆吉1、この人たちさっきからずっと一緒にいるの、なんかずるい。なんかここでもぼっち感出すの本当にやめてほしい。私だけなんか取り残されてなんで仕打ちだ。お、これ使えるぞ使えるぞ使えるぞ。もうちゃんとこれに従って進もう。あ、違 う、 もうこの人の言うことひたすらに、あ、待って止まっちゃった。え、なんかめっちゃ嫌な数字見えるんですけど、なんか奥って書いてある待って、これ止めたらどう、私このルーレット止めた瞬間破産しますよ待って待って待って、 B とかできないできない待って何ですか、お金が足りません、どの物件売らないよ。
全部振られた。ちょっと私がどんだけの思いであのもつ煮屋買ったかわかるか。借金3億円近い借金。いや待って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 、いいぞいいぞ。え、このやつ35億。あ、1月、え、何月から始まった？ 4 月から始まった。やばいって。豆吉1号借金してる。今に見てろ今に見てろ。え、これ使えるのかな、借金帳消し。イエーイ。借金なくなった。え、待って待って待って、うん、まあ、いっか。そう、豆吉1の借金もなくしちゃったけど、でも私3億円背負ってたんで。イエーイ、もう一度今月仕事が最高。特製霊カードも手持ちいっぱい買ってくべきだ。いいぞいいぞ。このマス通りに進むのも騙される場合があるから、どっちがいいかな。カード駅、え、上か下か、上か下か、どうしよう。え、迷った時は左に行くといいっていう法則があるんですよ。この駅に行きます。ダイビングカード、へえ、どこにダイビングするんだろう。豆吉が、え、待って待って待って、秋田のめっちゃ時間だ。やばい、彼秋田にいらっしゃる。もうやばいよやばいよ。え、え、ついに、え、なになに、生ハゲだ。あ、いいよ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 。え、なになに、生ハーゲン、生ハーゲン、生ハーゲン、誰誰誰誰、あ、いいぞ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 。ハゲさん、ハゲさんやってください。悪い子彼です。いいぞ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 。餃子やさくらんぼ将棋のなんかよくやった。ハゲさんありがとう。やばいやばいやばい、いいぞ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 。なんかもうこのいかにもいかにもお前ちょっと遠すぎるから、ちょっとここで微調整されてる感じも否めませんが、私は進みます。ダイビングカードは自分が持ってるカードをもう1枚作ること。うーん、それはいらんな。早く行かなきゃ早く行かなきゃ。新幹線カード、これ絶対すごいすごい進むやつじゃん。いいぞいいぞ、頑張れ生ハゲ、生ハゲ頑張って。え、待って、あと1ヶ月だ。私はどうしたら、 いけいけいけ、ハゲハゲいけ、ハゲいけ、めっちゃサイコロ持ってるしこの人。ハゲちゃんいけ、ハゲちゃんいけいけ、いいぞ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 。私の痛みを教えてやってくれ。カードを全部、いいぞいいぞ。え、待て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 、許せん。待て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 、大歓迎、嘘やん。なに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 、なになに、なんかいるし、誰、めっちゃ後ろ言ってくる。貧乏神、役に立ちたい、役に立って何してくれんの貧乏神。つ、三重県
津市。え、もう秋田には行けないの？あ、今度はこの通を目指すってね。なんか変なのいるんですけど。え、これ追い払えない？追い払えないか。ダイビングカード。で、新幹線を増やして。で、これを使って、いやでもな、使うか。使います、新幹線。すごいサイコロ4つ。レッツゴー。あ、今度はこっちなんだ。やだやだ、めっちゃついてくるんだ。やだ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 。振り切れない、振り切れない、振り切れない。やばいやばい。やばいやばいやばい。待て待て待て、プラス駅に止まった。800万。あ、やっとやっと資金ゼロか。800万。日本三大橋は日本橋、なんとか橋。じゃあメガネ橋は、え、メガネ橋って何？山梨、長崎、三重。待って、なんか間違えた。見えっぽくないメガネって。プラスかプラスか。だから、罰金、え、1億に。なんだ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 お前。我が家に売れる物件が一つもなかった。待って、なんか変なの出てきたんですけど。待って待って、え、終わり？なんで？お待たせしました。ヒットの発表お願いします。それでは今年度の収益額の順位を発表します。最初の年の位置は一体誰になるんでしょうか。私かな。収益額は、まあ、2位なんでね。まあ2位なんで全然悪くないです。続いて最終的な順位を決めることになる総資産の中間発表です。何なんですか。発展の、いや赤線が私ですね。4つになった。で、生ハーゲンが、これ生ハーゲンずっとここら辺にあるのかな。え、これで、ね、あと 2周ってことですよね。やばいやばいやばい。なんか誰。さっきからなんかみんなずるくない、そのキャラみたいな。どうしよう。まず借金が自分しかいない状態で、いや、でも貧乏、この謎の貧乏神がついてるから今使わない方がいいか。とりあえずバカ正直に進んでいきましょう。これマジで厄介。お、プラス。それでもマイナス。売れる物件が一つもないやろ。ボンビもほどほどにして。おにぎり社長は物件を売らなくて済んだ。でもちょっと悲しい。なんやねん。なんやねん。なんかすごいいろんなカードある。5月。あれ怖いねが。いいぞいいぞいいぞ。その調子で、その調子で豆吉たちを攻撃してやれ。おお、いいぞいいぞいいぞ。お、いいねいいねいいね。デビルがどんどん豆粒の。いいぞ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 。どうしよっかな。
たすらに進んでいくのね。3プラス1いけ、プラス6000万。あとちょっとあとちょっとあとちょっとで借金が返せる。ボンビー、この先事故のため折り返し運転を行っております。何そういうところ出てきた。4マス遠ざかる。え、なんかとあれやば、なんか変なのついてきた。え、タコいる、かわいい。この黄色い豆吉厄介ですね。なんとしてでも火潰してやらねばならぬ。あ、やばい、ハギいなくなっちゃった。え、すごい、この人ずっとデビルついてる。いいね。ちなみにもう私は着々と、いいねいいね、ずっとプラスだ。今月の営業成績が3倍になった。スキップしながら楽しみに報告を聞きましょう。え、待って、これ勝ちましたね。これはもう勝ったでしょ。あ、また来た、また来た。大好きな社長さんのためにカード買ってきた。とても安かったね。ちょっとつモーションカードを2倍の値段で買って、なんかもらった。まあ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 、3億円あるんだよ。ちょっとつモーションカード何ができるんだろう。7月かや。でも大体理解しました。でもこの方々はやっぱ秋田に行った分この足がね遠いと思うんですよね。私はやっぱ最初から大阪の近くにいたからこっち近いんですよ。この貧乏神がくれたちょっと直し、曲がり角にぶつかる。海でも OK です。いやでもめっちゃ曲がり角なんだよ。レッツゴー。え、こんな、かわいい。お、駅に着いたから。エビせんだって、エビせん大好きです私。エビとかイカとかカニとか大好き。エビせん屋さん買います。え、味噌煮うどん、味噌煮うどんも買える。ちょっと今3億円あるんで調子に乗って買いましょう。よし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 。でもどうなんだろう、逆になんか今買っといた方が借金すごい背負っちゃった時に。いやでもこれやめとこう。 OK、 味噌煮っと。あ、また折り返し運転されちゃった。めっちゃ自撮りしてるし、超今時だった。あーどうだろう、すっごい自撮りしてたね。8月このデビルめっちゃいいね。私の出番がやってきた。目的地まであと9マスしかない。どうしようなぁ。9マスか。3、4、5、6、これはちゃんと考えて進む必要がある。なにすごいすごい。すごいな、この貧乏神もすごいなんか飛んでるし。ここ飛べるの。すごい、めっちゃエビ。すごい、今何でもかんでも省エネの時代なのね。
サイコロの数字を何なの君は。やばいな、どっかで大儲けする必要がありますね。秋を迎えて今年はお米がブラボー大豊作です。秋田の秋田小町水田、特に今年はパワーになってるんです。なるほどね、そうやって稼ぐという手もあるんですね。ふむふむ、あ、レベル消えちゃった、待って、でもこれそう、どうしよっかな、3マスか、私ぶっ飛び持ってるんですよね。1か2しか出ない、今ではないから使うのは、あ、ちょっと盲信2個持ってるからちょっと1個使ってみるか。ここは黒ですぞ、イノシシは空、あ、ダメだった。なるほど、陸地か海ですか、海みたいなもんやんけ、なんてこった、2しか進めない、本当ですか、君が全てカード、え、待ってめっちゃ可愛いうんち降ってきた、あれなんだろう、道塞がれた的なやつかも。マイナスマスに止まるのが嫌だったね。ちょっと空を飛ぶ旅に出かけたんですけど、これはもしかして何もしなかった方が良かったのか。少年サイコロ、え、ここ、このこのミチちゃんこれ邪魔なんだけどな、これ進めない、あ、進める、君何だったの、どうしよう、遠ざかってる、戻るか、じゃあ急行周遊、あ、出た、また2倍のお金で買わされたボンビーに、これ以上カードは持ちきれません。カードボックスのカードを全て同じカードに揃えることができる、とりあえず私が一番先に巣に着きます。11月、まあ、君たちはそこで仲良く友達ごっこやってな。こうできる社長は一人で進むんですよ。感染カードにして、イエーイ、これで新幹線カード8枚、カードいらんて、期待カードなんかめっちゃ払ってるし、そんなカード北に向かって吹っ飛びます。どうしよう、一個取っとくか、詐欺で買わされたカードを。よし、ここで、あ、でも省エネサイコロをずっとやってるんだよな、でもこのカード使いたいな、期待、いや、使おう、この染め上げた新幹線カード、1か2しか出ないらしいけど、
まあ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 8枚、7枚もあります。イエーイ、ベビキュラカード。え、ベビキュラ、ウルリン、ウルリン、物件を売って KO 楽ちんにするねん。あ、うどん屋売られちゃった。わしのエビせん売られた、つらい。あ、省エネ終了、よかったよかった。省エネ終了したから、いやでもあと1年あるから新幹線も取っといた方がいいかな。あと6マスだから普通に待って待って待って、金社長さんのお金すぎて使いましょう。私のためにあるカードだ。いけいけー、吸い取ってこい。え、待って待って、これどっちやねんどっちやねん。一人はめっちゃ借金抱えてて、もう一人めっちゃ稼いでんだよな。どっちやねん。待って待って待って、二択で間違えるわけにはいかない。あ、お任せ、お任せにすればいいかな。いや、お任せは当てにならん。ゲーゲー。この人は、おー、来た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 、いいぞ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 、いや天才ですね。あ、もうボンビーいいよ、もうボンビーもういいよ。え、なに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 、なんかなんかおじいちゃん。え、おじいちゃん、なになになに、おじいちゃん、え、おじいちゃんから何個もらってる、ずるい。またニュースの時間がやってきた。飯屋が大人気です。日本一に選ばれたこともある美味しい駅弁、直越駅。日本一の駅弁っていいね。臨時収入、いや、まだまだそんなの、そんなのね、貸した金ですね。すごくないですか、13億円ですよ。これはもう社長としてかっこいいところを見せたい。普通に振るかな。1、大丈夫大丈夫大丈夫、すべては丸く収まった。三角線路上からうんちが消えました。なるほど。いいぞ、豆鬼社長、その調子だ。あと5マス。で、1しか出ない仕様なんですか。マイナス1億、もう余裕ですね。私はマイナスを背負ってでも絶対1番に、巣にたどり着きます。ボンビー、待って。本当に。え、からの。なんだこの絵面は。なんかこのうんちとおじいちゃんがまた微妙にマッチしてるのが何とも言えない。私は記念仙人、最初に悲しい記憶、何、貧乏神の悪行10回、めでたくないのお小遣い。おじいちゃんありがとう、大好き、ちょっと心があったかな。おじいちゃんかわいい、おじいちゃん大好き。
これはもう私の勝ちは決まったようなもんですかね。あ、いや4月になっちゃった。4月になっちゃった。つかなかった。お待たせしました。決算の発表。今年度の収益額の順位を発表します。ゼロとはゼロとは一体。まあまあまあ、続いて最終的な順位を決めることになる。投資さん、え、待って、いやでもでもは2位ですからね。いいですよ、順調に上がってます。やっぱこういうのは3年間かけて1位をね徐々に取っていくもんですから。いいよ、3位から這い上がってきた、素晴らしい。お、このグラフのグラフもいい感じですね。こうなんですか、一度この苦行を経験してから徐々に這い上がって、いいですね、素晴らしいですよ。